あ、質問がめっちゃ来てるよ。めっちゃ来てる。やばい。やばい。量がえぐい。大谷翔平かな。よかった。バトンをやるにあたって大切にしていることは何ですか。難しい。練習ノート。お休みくださいっていう。あ、陸上部に入ったんですけど。黄色い焼き芋みたいな。そんなマハナ選手、ちょっと、本来の台本になかったんですけど、インスタグラムの方で今質問が何個も来てる、はい。めっちゃ来てるよ。めっちゃ来てるよ。やばい。やばい。量がえぐい。サクサク行きましょう。はい。もう、一問一答で。一問一答。早押し。早押しクイズ。早押し。はい。質問1。はい。イニシャル N さん。お母様はバトンに対する熱量は熱い方ですか？熱いです。はい、次、イニシャル B さん。バトンをやるにあたって大切にしていることは何ですか？難しい。筋力とか体幹。へぇ、大谷翔平かな。よくない。笑顔とか言うかなと思ったんだけど。大谷翔平だわ。やっぱ次元が違う。はい、次。イニシャル B さん。はい。大会の緊張はどうほぐしますか？または大会で集中するために何をしてますか？お、いいね。柔軟、大会会場に入る前にストレッチするときは音楽聴いたりして、今年の全日本は、ウォーミングアップ入る前にノート読んでました。練習ノート？あ、そ、なんか、そんな感じです。ちなみに音楽はどんな音楽ですか？K-POP 聴いてます今時。次、はい、イニシャル U さん、バトンを高く上げるコツを教えてください、はい、コツ、上げる瞬間の時に脇締めて左手を下げて上げるのがコツです。おー、なるほどね。左手なんだ。はい、次や。イニシャル A さん、憧れの選手は誰ですか？はい、憧れの選手、小毛花選手です。ねえ、追いつけ追い越せ。いけるいける。次、イニシャル M さん、一日何時間練習していますか？はい、平日は2から4時間で、夏休みとかの長期休みはまあ6時間くらいです。ちなみに1週間のうちにお休みはありますか？ないです。くださいっていう感じだったよね。うん、お休みくださいっていうやつです。逆にお休み欲しいですか？欲しいです。先生の顔見て言ってる。先生どうかどうか。はい、次、イニシャル A さん、何部に入ってますか？部活入ってますか？中学校は陸上部に入ってたんですけど、1年の2学期から1回も行ってません。イニシャル S さん、本番前のルーティーンはどんな感じですか？ルーティーンですか？必ずやる。食べてるものでもいいですか？ナイススティックってわかりますか？チョコのパン。ああ、細い。買います。じゃないな。いいのやつだ。なんかピンクの仕組み。わかるわかる。あれを毎回食べてます。あれがなかったらどうするの？あれはコンビニでも売ってるんで買ってます、絶対に。イギリス長いよ。ないね。確かに。どうしよう。それか、移動時間寝てます。イニシャル S さん、ソロ、ソロスとアーティスティック、ペア以外で、はい、というか、マハナちゃんがやったことない種目でやってみたい種目はありますか？やったことない種目でやってみたい、ダンストワールやってみたいです。いけそういけそう、見たいです。うん、ね、はい、かぶってる質問ね。確かにこれ気になる。これ、はい、イニシャル S さん、
毎回見るたび衣装が変わってると思うんですけど、何着持ってますか？そしてお気に入りはどれですか？毎年変えてると思うよ、うん、黄色い焼き芋みたいのが好き。今どうだ？多分小学校1年生の時のやつですね。紫のね、焼き芋みたいな。それは失礼よ。かわいいのよ。すみません。はい。お気に入り？お気に入りあります。まあでも20近く持ってると思います。何ない、僕はない、うん、その中でお気に入りはありますか？お気に入り、ソロストだと中1と小6で着た緑の衣装がお気に入りで、ソロは小3の時に着たトランプの衣装がお気に入りです。へえ、かわいいっぽい。はい、次。はい、次。イニシャル A さん。名前の由来を教えてください。いいね。うん。名前の由来は、父と母がタヒチが好きで、タヒチ語で、マハナが太陽って意味なんですけど、太陽のように明るく元気で優しい子っていう意味だそうです。めちゃくちゃ素敵。なんかハワイっぽいと思ってた、マハナって。マハローとかさ、そういう感じだな、うんうん、はい、次、イニシャル、めちゃくちゃ来てんだけど、やばいやばい、ちょっと選抜するね。イニシャル M さん、バトンがうまくいかない時の気分転換は何ですか？気分転換は本が好きなので本読んだりと、時間がある時は映画を見に行ったりします。でもさ、なんか本とか読んでるとさ、イライラしてるとさ、はい、入ってこなくない？はい、いや、でも何気に入ってきます。そうだよね、うん、頭のレベルが違う。ごめん。僕は猫なんで。ごめん。次、イニシャル M さん、バトンの技の中で苦手なものありますか？いや、ないでしょ。ないです。苦手なもの技はヘッドキャッチができないです。へえ、ブラインドのヘッドキャッチとか、あの、こういうやつ。いや、大丈夫、やんなくて大丈夫。やんなくてもすごいことやってる。はい、これはちょっとメッセージですね。インスタの M さん、はい、大好きすぎます。尊敬するトワラーさんの一人です。可愛くてどんな性格なのかを知りたいです。はい、もうこれ見てもらったら分かる。はい、見てください。はい、はい、次。これもメッセージかな、これ。イニシャル H さん、全国大会浜松で観戦しました。あんなに上手にバトンをするコツを教えてください。なので、これもさっきも言ったもう賜物です、うん、努力の賜物系女。はい。母さんに怒られるからね。はい、イニシャル Y さん、バトンを怖いと思ったことがあるかを聞いてほしいです。ないないと思ったことはあんまないです。例えばなんか、だってえぐいキャッチとかするじゃん。ずっとこわっとかなんないの？いや、めっちゃ最初ビビってて、ビビってます。で、なかなか入れないです。あるんだ。やっぱ初挑戦の時はもうみんなと一緒で、やっぱり恐怖を超えてね、はい、やってますね。これちょっと深い質問ですね。イニシャル M さん、マハナさんにとってバトントワーリングとは？むず。生活の一部になっていると思います。おー、素晴らしい。これはどこまで続くんでしょうかね。続いてほしいです。そうですね、はいはい。イニシャル N さん、未知な技に名前はあるんですかっていうのがあるんですけど、例えばこう後ろで撮ったりとか、いろんなロールとかもマハナロールなんだけど、はい、それなんか自分的になんか名前あるんですか？でも、なんか見たまんま、頭通すやつは頭のやつって言ってるし、あの背中の背中のやつはオーバーヘッドキャッチってみんな言ってると思います。僕はイチローキャッチって言ってました。イチローね、うん、言ってるね。イチローがやるからね。はい、次や。どんぐらいで、はい、これ大体聞いてるのね。すごい。これね、大体被ってるんですけど、
この10分くらいでね、30件ぐらい来てるんですよ。マジすごい。すごい。すごいですね、本当に。まあじゃあ、この8月、イギリス、リバプールで行われる大会なんですけど、何か意気込みとか目標とか聞いてもいいですか？意気込み。まあ、本当憧れてた大会なんで、練習してたことを、してきたことを、まあ皆さんに見せられるように頑張ろうと思ってます。なんか見せるとかじゃないよね。もうなんか見せつけてほしい。日本のバトンにこんなやつ隠し持ってたんだぞ、みたいな。ね。でもさ、これもう、関東とかウルトラとかでもさ、マハナちゃん推しじゃん、俺ら。うん。ちょっともうすごく有名なんだけど、もうバレちゃったよ、みたいな感覚で俺は見てたの、全日本の時に。もうみんながさ、マハナちゃんの時にすごい歓声とかもすごいからさ。いや、うん。そんなことない。だってもう小学校1年から。そう、そうなんだけど。もうみんなが注目する選手だから、もうこれはもう関東を超えて日本を代表する日本の宝ですよ。なってほしいです。はい。今年の IBTF とワールドでどちらも世界一ですね。いいですね。僕の願いです。ワールドって何ですか？来年のね。来年のね。うん。ああ。フリースタイル。はい、フリースタイル。来年はフリースタイルで。はい。ジュニア。は僕の願いです。ウルトラからの願いです。はい。はい、頑張ります。最後に、あの人のここが知りたいのコーナーって、だいたいこう、リレー形式で回ってんですけど、そうそう。なんかこの人のお話を聞きたいなっていう人いますか？憧れの人とか。さっき言ったんですけど、憧れの人、小林選手のが知りたいです。小木花選手、行きましょう。はい、行きましょうね。次、はい、ちなみに小木花選手のお話、どんなお話聞きたいですか？どうやったらあんなに綺麗にストラットを踊れるのか聞きたいです。行きましょう。それは日本一、ね、取りましたからね、今回 ね、うん、ね、シニア1で。はい。ということで、ちょっと長々と話させていただきましたけど。すごい。結構、神回じゃない？神回かもね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。今4月、5、6、7月、3ヶ月頑張ってもらって、8月、イギリス、リバプールで行われる IBTF、ワールドチャンピオンシップスに、はい、2種目 ?2 種目です。はい。出場しますので、ぜひ皆さん、応援をしてあげてください。はい。お願いします。ウルターの二人も現地にいるので、ぜひ、インスタのストーリーとかに出ていただけたら嬉しいです。はい。はい。了解しました。ということで、今回の動画が、いいね！思った方は高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画をお楽しみください。ここまでのお相手は、ウルトラトバラーズと、ウリアム・ハナでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はなちゃん待っててね。待っててね。お願いします。お願いします。